さ。なかった。困ったな。やばい、やってることやばい。やばすぎ。よっしゃい。熱い。熱い。おお。あ。え。これやば。男時代の時は全然やったりこんな。はいだ。はいさ。あ。お。あってこれルンバちゃんに掃除してもらおうとした。絶対汚れてるから。すごい。お。やば。見てください。見えますか。緑のおしゃれなソファ。まさかのこういう組み立てる系。うわ最悪。マジで組み立てるの。そんなに悪くないんですけど。ちょっとピンボケしてるんですけど、なんかこういう六角形みたいな感じのネジ。これを使えばいいんだな。なんかこういうやつで回すみたい。これ終わるかな今日中に。撮影もしなきゃいけないのに。やばい。ピンチ。材質はこんな感じですね。ちょっとだけ硬いけどこれがいいかなと思って、太めの糸で縫ったようなやつですね。背もたれ。じゃあこれを、こうだな、こうですね。こういうことですよ。ことはこれをこう、ああ散らかりすぎ。こういうことだ。あ、でも入ってる。ちゃんとネジ回ってますね。お、ちょっと硬く。お、当たった。自立した。やば、自立した。え、めっちゃ気持ちいい。まさかコロナの時期と引っ越しをかぶっちゃうなんてね。だったら友達とかに手伝ってもらいたかったけど、おしまいで渡して。それもできないからね。記念すべき、一ネジ目、完了。青木本気だからね。本気モードですよ。もうこうなったら誰も止められないよ、言っとくけど。トンデーのもちもち生麺ですら止められないからね。カップ麺なんてポットなしで作っちゃうから。 OK。 足も組み立てたんで、あとはこれをくっつけるだけですね。ここからここまで、まずちょっとだ。今だいたい1時間ぐらいです。え、ちょっと待って、これもう最悪。これ逆に作ってた。これが本当は逆さまなんですよ。だからここにぶつかって、これがここにね、おかしいと思ってんだよ。せっかく頑張ったのに。やばい、怖い怖い怖い。これだからこういうこと。そうだよね。できた。ってことはこれをもう片付けしながらやればよかったのに。あ、オッケーオッケー、いいね。ん、これ何、え、何よ。あー、もう逆。あー、もうこれがこっちなの。あー、もうやだ。さあ座り心地は、おお、すごいわ。いいね、やっとできた。はあ、疲れた。うわ、めっちゃいいわ。え、これ寝れんじゃん。いいね、このソファいいわ。背もたれもしっかりしてるし、なんか楽しい。え、これいいな、こんな感じに。あ、いいでも背中ここ痛い。いいね、できたぜ。いいね、完成。いい、
回これ全部片付けないで。ピコピコ W。 あー疲れた。結局山とかなかった。したら一旦荷物全部避けなきゃ。避けてルンバを走らせて一回、それで配置をちゃんと行きましょう。カーペット今こんな感じに配置してんですけど、結構なんか様になってきたでしょ。ただね、こっち布団置くんでこっちなんですよ本家は。あれあれ待って違うわ、これ布団だ、こっち毛布だった、こっちだ、普通に見えたこれ下に敷きます。なんかモフモフで裸足で歩いてもめちゃめちゃ気持ちいいらしいです。やば、めっちゃ気持ちいい、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 めっちゃ気持ちいい。こんな感じです。いいでしょ。これを引きます。ちょっと緑だらけなんですけども、私緑めっちゃ好きなんで。そう、これ交換カメラだからめちゃめちゃ端っことか歪むんですよ。なんで私が例えば立ったら顔だけ、頭だけ引き伸ばされて、広角カメラのせいで頭デカ人間みたいな、なんか宇宙人みたいになりますよね。だから広角カメラ嫌なの。あ、ちょうどいい、ちょうどいい。これグリーンバッグだから、これは撮影の時使う道具なんで。そうだね、やめちゃう、ごめんなさい。なんかいい感じだ、めっちゃ。したらこれをこっちに移動します。今日ここに泊まっていこう。もう一個の家には帰りません。だからベッド注文してるんですけど、ベッドが届くまでに時間かかるらしいんですよ。なんか2週間待ちとか、やばくない？2週間待ちってやばい。ここにテーブル置きたい。ここにテーブル置いたらめちゃめちゃなんか理想な感じですね。そう、ここで一応カーペットの、あのストッパー塗ってるみたいな、いいね。あとはね、これ私が購入した YouTube 用の照明器具、これを最後セッティングして終わりにしましょう。さすがにね、この動画やばすぎ、長い、最悪。ちょっと待ってちょっと待って見てください、かっこいい、ほらこんなんですよ。かっこよくないですか？ドンドンで、これでポンと置いて、バッてこう明るさを当てて綺麗に撮るっていう、ね、いきますよ。おー、明るい、や、明るすぎんだろこれ。こんな感じに置きました。三方向ですよ。ということで今回はですね、青木家の初引っ越しということで、めちゃめちゃ疲れたんですけども、結構なんだかんだ楽しくやれました。カメラがあったらモチベとか、触っちゃダメだみたいな、触ったら終わりだっていう、なんかそういういいプレッシャーになって、結構テキパキ作業を終えることができました。またなんか家具とかいろいろ増えたら、出せるとこは動画出していこうと思うんで見てください。とはめちゃめちゃ疲れました。この後私は案件の撮影あるんですけども、多分死にますっていうことでこの辺で終わります。今回の動画が少しでも楽しんでいただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、 あとノートもやってますので、そちらも、フォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。